対局開始。お願いします。相手は初段ですね。さっき2段の人と当たって負けちゃったんで初段に当たってるんです、ね、三間飛車。まあ私には3段は似合ってないですね。てな風にね、自虐的なことを言うのが、ね、本当に好かれる、YouTube でですね、まあ、自虐ネタっていうのは日本では結構あるんですけど、自虐っていうのは結構受けるんですね。なぜかっていうと、まあ日本の文化ですね、それはね、謙遜という日本の文化ですね。高みの囲い。謙遜っていうのは自分をこう下げることによって相対的に相手を立てるっていう、まあ、そういうまあ相手に対する敬意の表し方っていう、まあ、そういうまあ日本の文化、美しい、大変美しい日本の文化。2分30秒。だって自分を下げることによって相手が立つかっていうとですね、やっぱり比較する文化なんかなんでしょうね。これは取ったらね、まあ、今飛車で取るかな。そしてぶつけると同銀に同桂はね、引くと銀が出てくる。ぶつかっちゃう？そういうか、同銀同桂で何もなければ、まあ、同桂は4四歩とあるけど、でもまあ5三歩とかね、これ桂馬で超面白いんじゃないか。でもこれ角上がったりして、これ5三桂成次厳しいですからね。黄金はちょっとヤブヘビだったんじゃないかななんて思いますね。2分。まあこれも構わず銀打ちかな。もう角取っても飛車取って同金こっち取って同金に6五飛車でもう大さばきというかね、もう面白いでしょ。でも下まで引いて、これは勝ちましたね。これは勝った。これもらいましたね。まあ2段には負けますけど、初段には勝った。初段には負けませんよ。はい、ね、これ気持ちいいですね。次8一飛車なりで、飛車がもう縦横無尽に、まあ、やっぱり将棋ってのはなんだかんだ言って飛車が大事なんですね。角っていうのはそんな強くありません。角っていうのはなんで強いかっていうと、みんなと違う駒の動き方をするからですね。やっぱりね、なんだかんだ言ってみんなと同じじゃないとダメです、日本人ですからね。日本人はみんな共難ですから。1分30秒。みんなと違うというのはやっぱりダメなんです。タレフで角というのはですね、前に進めないっていうのが致命的な弱点ですね。歩だって銀だって金だって香車だって王様だって飛車だって前に一歩進めるんですけども、前に一歩進めない駒は角と桂馬だけですね。で、そのどうしようかな、これ銀打ちとか軽く5三歩成が普通なんだけど、この場合なんか銀打ちもあるかな。次4一竜で5三銀はあまり筋良くない手なんだけど、まあ、これももうこれも筋ですね。今取ってね、爽やかに詰まされるのがまあ一番形が詰まってるというか、形作りって感じなんだけど、まあ、これでも3二飛車詰みはないのか。詰みないかも。詰みあるんじゃないの。3二飛車で詰むんじゃないか。あ、詰まないか。2五桂テーマ打って、ただこれ積み形のような感じですよね。これで銀打ってさ、これ同角ならもう一回3三銀と打って、あ、じゃあ同歩だったら金打ちですね。30秒。で、金打つと。よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。はい、厳しいですね。まあちょっと話をまとめると、謙遜っていう、まあ、日本語の、表現がありますけども、あれがなんで相手を立てることになるかっていうと、結局その日本人の人間関係っていうのは、自分と相手との比較によってですね、物事を考えると、こういう文化なんですね。自分は自分、お前のものはお前のもの、俺のものは俺のものではなくて、
俺とお前の関係性、どちらが上でどちらが下なのかっていう、こういうあの他人と自分とこう付き合わせてその比較をするというね、この比較によってお互いのことをこう理解するっていうのが基本なので、だから自分を避ければ当然相対的に向こうは持ち上がることになると。一切相手のことを褒めなくても立てなくても自分を下げれば相手は上がると、ね、だから自虐ネタというのは YouTube でも受けるということですね。で、これらのことを踏まえた上でですね、今日はちょっと最近話題のジェンダーレストイレについてお話ししたいなと思います。2023年4月ですね、男と女が隣で用を足す歌舞伎町タワー共用トイレに批判殺到、化粧直しの女性と目が合った男性記者は恐縮しきり。新宿歌舞伎町の新たなシンボルとして4月14日にオープンした東急歌舞伎町タワー、地上48階地下5階で高さは225メートル、映画館やフードコート、劇場、ライブホールなどを兼ね備え、鳴り物入りで開業したばかりの同タワーだが早くも大炎上している。問題となっているのは2階にあるジェンダーレストイレ、要は性別に関係なく誰でも利用できるんだが、男性の小便用トイレを除き全て共用なのだ。いわゆる台の方は男女が隣同士で入ることもあるため、性犯罪などのリスクが指摘されている。手を洗うところもメイクを直すところも男女入り乱れるのはありえない。ジェンダーレストイレになった意味がよくわからないですね。普通に女子トイレがなくなっただけで何をどう考えて女性が割を食うわけ？そもそもジェンダーレストイレなんて言い方がしゃくしゃれえわ。昭和前半の共同便所だろうが、退化してんだよ。と、批判や苦言が相次ぐ事態。このトイレは国連の持続目標、持続可能な開発目標 SDGs の理念でもある、誰一人取り残さないことに配慮し、新宿歌舞伎町の多様性を任用する街づくりのために導入されたということですね。ですから、最近さ、役所とかのさ、性別欄とかでも、男性、女性、その他ってさ、丸つけるとかありません？かつてはさ、男か女かどっちか選べだったでしょ？自分が男だと思ったら男、女だと思ったら女に丸つけると。でも、私が、小さい頃に、3年 B 組金八先生っていう、ドラマの中で、性同一性障害ってね、もう今性同一性障害知らない人はね、ダメですからね。性同一性障害を知らない人は、差別主義者呼ばわりされますので気をつけてくださいね。自分が、男だと思ってるんだけど、体は女だとかね。生まれた時に、はい、体重3000グラムの元気な女の子ですよ、って言って生まれたのに、いや、自分は女じゃないんじゃないかと。なんかスカートとか履くの違和感あるなとかね。いや、自分は男の子なんじゃないかな、女の子じゃないよなってさ、思ってるとかね。その逆もありますし、戸籍上の性。肉体的、身体的な性っていうのと、精神的な性がこう合致しない人がいるとかね。いわゆるそういうこの、普通じゃない人っていうのはいるわけですよ。性的少数者と言われたりしますね。これはそのいわゆる LGBT ってやつですね。で、その LGBT の人たちからすると、男性用トイレも女性用トイレも両方とも違和感があって、なんか使いづらいわけですよ。だから、体は女なんだけど、心は男ですって人にとってはさ、できれば男性用トイレ使いたいじゃん。男だと思ってるわけだから。だけど、その体つきは女なので、男性用のトイレ入っていくと、何この人、なんで女性なのに男のトイレ入ってきてんのっていう目で見られるから嫌だとかさ、いろいろあるわけですよね。で、そういうふうにして、結構その LGBTQ の方々が、結構その、窮屈な思いをしてきたっていうのがあるので、ですから、そういう人を取り残してはいけないではないかっていうことで、このジェンダーレストイレっていうのをね、作って、どんなジェンダー、ジェンダーっていうのもね、社会的な性とか、そういう意味なのかな。ジェンダーとセックスは違うって言いますからね。肉体的な意味での性とは違って、ジェンダーっていうのは、社会的、精神的なものも含む性という感じですかね。だからその、
ジェンダーレストイレ、オールジェンダートイレって書いてますね。うん、どんなジェン、すべてのジェンダーが使えますよみたいなね。男でも女でも、男女でも、オカマでも、ね、レズでも、ゲイでも、LGBT でも、何でも OK と。まあそういうことなんでしょう。ね。まあしかしですね、まあ、その女性、まあ本、もともと、その、その以前だったら女性トイレを設置するようなところをジェンダーレストイレにしてしまってんじゃないかっていうことで、まあちょっとね、あの女性にとってあまりよろしくないのではないかっていうことをですね、批判の的になってるわけですね。ですね、トイレに行ってみると左手に男性用トイレ、右手に男性用トイレ、女性用トイレ、多目的トイレ、誰でもトイレと指示されている。どっちに行けばいいのか急いでいるときは慌ててしまうだろうと。うん。共用トイレを覗くと洗面台エリアでメイク中の女性が複数いて目が合ってしまい、あれここで合ってると戸惑っていると、男性2人組が珍しそうに中に入って見物して回っていた。でこういうのは女性は嫌なんじゃないかと、みたいなね、話をしてるわけですね。酔っ払った若い男性なのがここに入ってきて、お姉さん一緒に飲もうよなどとナンパする経緯も容易に想像できる。まあ、想像できるというかね、別にそのトイレの中でナンパする必要はなくて、ね、ナンパしたいなら別にトイレじゃないところでナンパしてもいいわけじゃないですか。だから別にナンパされちゃ困ると思うんだったら別にどこだってナンパされるリスクはあるわけだけども、まあそういうふうにね、勝手に想像が働いてしまうということですね。まあ人の心理の問題ですよね。うん、で誰一人取り残さないはずが、ジェンダーレストイレによってむしろ女性たちは取り残されてしまったのではないかっていうね、まあ、そういう、まあ懸念批判があるそうですね。他にもいろんな記事があるんですけれども、まあそのそうですね、ただまあ女性用のトイレも普通にあるわけですよね。ですね。まあジェンダーレストイレというものを設置したことは、事実なんですけども、別に女性トイレがなくなったわけではない。この日刊現代の記事は、そのジェンダーレストイレをですね、割と擁護している立場なんですね。まあ、ジェンダーレストイレいいじゃないかと、みたいな。そういうことを言ってる記事もあったんだけど、ちょっと開けないね、なんか。あ、そう、日刊現代ですね。歌舞伎町タワーは炎上したが、ジェンダーレストイレは怖くない。ジェンダーレストイレが何かと話題だ。体は男性、心は女性といった性自認と関係なく誰でも使えるトイレのこと。ですね。男女で同じ空間ということでセキュリティに不安を感じる女性の方が多いようですが、実際に歌舞伎町タワーで使ってみて別に怖くなかったですよと女性誌編集者が続ける、例えば野外ライブなどで見かける個室のボックストイレがビルの通路に男性用2つ、女性用2つ、あ、男性用2つ、女性用5つ、ジェンダーレス用5つがずらずら並んでるようなイメージですね。そこに鏡のない共用の洗面台がある。空間全体を仕切る扉がないから密室感はゼロ、むしろ開放的なくらいです。その分化粧直しには使いにくいですが、女性が長いしないので回転率上がるかもしれません。そうなんだ。まあでも確かにコンビニのトイレとか、まあそれもそうですけども、トイレってさ、まあ、公衆トイレの類って全てが全てさ、男性と女性で分かれてるわけじゃないよね。男女共用のトイレがたくさんあるとかそういう場合もあるわけだし、このジェンダーレストイレだけがさ、特別ではないですよね。ジェンダーレストイレっていうふうに、こう、堂々とな、銘打ったから、ちょっとこう、批判されてるっていう面もあるんじゃないかな、なんてね。そう言われて日刊現代記者も平日午後を試しに行ったが、慣れないせいで気恥ずかしさはあったものの、性別に関係なくひっきりなしに人が出入りし、声が届く距離に警備員も立ってるので、防犯上の問題はそれほど感じなかった。じゃあいいじゃんってね。盗撮のリスクはあるかもしれませんが、今時は女性を使って機材を仕掛けさせるので、ジェンダーレストイレとはまた別の問題ですと。だから、女性がトイレに入っているところを盗撮するために、男がその女性の目を盗んで女性トイレに侵入するんじゃなくて、共犯者の女性を使って女性の盗撮をするような輩も、
いると。だから、ジェンダーレストイレは盗撮のリスクがあるって批判する人もいるかもしれませんが、それは別にジェンダーレストイレだけの問題ではないので、まあ、盗撮は盗撮として犯罪ですよってことで、それはまた別、全ての公衆トイレの問題として、ちゃんと、取り締まっていかなければいけないということですね。特に商業施設では男女で空間を分けずジェンダーレスで一つにまとめた方が小スペース化が図れて清掃などメンテナンスもしますしコスパがいいわけですというところですね。うん。でしかもさ、このね歌舞伎町タワーなんですけども、通常の、従来型の女性トイレも確かあるんですよね。確かこの、どこだったかな5階の、あ、はい、そうですね。5階のトイレは男女で分かれている。うん。2階のトイレは分かれていないジェンダーレストイレであると。だから、歌舞伎町タワーっていうのは1階、2階、3階、4階とね、まあ、こう、高い、まあ、いろんな階があるわけですから、2階のトイレはジェンダーレストイレなんですが、5階のトイレは男女で分かれているわけですね。その他各階トイレも2階以外は男女別ですね。つまり通常の、まあ、従来通り男子用、男子便所、女子便所みたいな感じになってるっていうことですね。で、ですから、女性用トイレっていうのがなくなったわけではないんですね。ですからジェンダーレストイレが嫌だっていう女性の方は、通常の女性トイレもあるのでそこを利用すればいいということになると思います、うん。男性用トイレ、男性で、まあ、ジェンダーレストイレ行きたくない人は男性用トイレもあるわけですから、まあ、純粋に選択肢が広がったということで、私はジェンダーレストイレは割と好意的というか、まあ、肯定的に捉えてるんですよ。でね、この、まあ、日刊現代の記事とかで、別にさ、セキュリティに不安感じる女性がいるって聞くけども、実際行ってみたらさ、大丈夫だよとかね、まあ、あるいは私が女性用トイレもあるんだからそっち利用すればいいじゃないかっていうふうに言ったとして、やっぱりさ、このジェンダーレストイレを批判してる人っていうのは納得しないと思うんですよ。で、ここからが本当本題なんですが、このジェンダーレストイレに対して批判してる、その批判が集まってる理由なんですね。本当の理由は女性が不安に感じるとか、女性が利用しづらいとか、その防犯とかその性犯罪のリスクがあるとか、そういうことではないと思うんですよ。このジェンダーレストイレの問題の本質っていうのはそこではなくて、まあ、一つ言うとですね、このジェンダーレストイレというのは、いわゆる LGBTQ の人たちに配慮しようという、まあ、考え方に基づいて作られてるわけですよね。この SDGs っていうんですか、まあ、最近流行ってますよね、うん。でさ、その SDGs っていうのによって誰一人取り残さないっていうふうに言ってるんだけども、でも現実にはどうですかってことよ。つまりさ、その社会的な慣習とか、人々の、常識とかそういうものによって非常に窮屈な思いをしてる人っていうのは他にもたくさんいるだろうってことなんですよ。まあ、例を挙げればもう、これ数限りないんですが、例えばさ、男性からすると、なんでさ、会社で仕事するのにさ、ネクタイ締めなきゃなんねんだよと。ね、特にクソ暑い夏でもさ、ネクタイ締めなきゃダメとか、スーツ着なきゃダメとか、暑苦しいし、やめてほしいわけですよね。女性は別にスーツ着なくてもいいの、なんで俺たち男はさ、スーツ着にゃなんねんだよ、ネクタイ締めにゃなんねんだよ、もう鬱陶しいわってね。あるいは女性からすると、例えばクート運動っていうのはね、何年か前にありましたけども、ハイヒールですよね。ハイヒール、そうですね、ハイヒール強制すんなと、かかとの高いパンプスやハイヒールを女性が職場で強制されるのはおかしい、そういった女性のつぶやきが議論を巻き起こしていますということで、石川由美さんという方がですね、まあ、会社勤めとかの女性が、ハイヒールとかね履かされて、ハイヒールってそのなんか
ね、ハイヒールってなんかかかとが高いくてなんかこうちょっとこう疲れやすそうですよね。足痛くなりそうですよね。ハイヒールなんて履いてさ、ね、徒歩旅行ができますかってことですよね。無理ですよね。だからこんな足に負担のかかる靴履かせるんじゃねえよと、まあちょっとっていうことがあるわけですね。これ男女に限ってことではなくて、これ性の問題だけじゃなくてね、やっぱりそのなんだろうな、例えば貧乏な人からするとさ、うちは貧乏であるがゆえにそのいい教育受けられないとかさ、あるいは障害持ってる人からすると、自分障害持って生まれてきたので不便な生活になってるとかさ、あとそれから左利きもそうですね。左利きその駅の自動改札とかも全部右利きの人に都合がよく作られてるじゃないですか。あと飲み物の自動販売機とかもそうですよね。自動販売機だってそのお金を入れるところっていうのは右側についてる。なぜならば右利きの人が多いから右手でお金を投入するのにやりやすいようになってるわけですよ。で駅の自動改札とかもその通路の右側にこの切符入れるところがついてる。あれは右利きの人に都合いいような社会を設計されちゃってるわけですよ。それは単に右利きの人が多いからっていうだけの理由で、左利きの人だって2割3割いるわけだから、駅の自動改札の3割ぐらいは左利きの人に都合がいいように作ってやれや、それはいい、それでいいじゃないかって感じもするんだけど、そういうことはしてないわけ。右利きの、まあ、多数派に合わせてるわけですよ。で、これは別に男性女性の問題、右利き左利きとか肉体的な問題だけじゃなくて、様々なところで、その多数派の人を基準にして社会を設計し、まあ、少数の人がまあ割を食ってるっていう例は、もう本当にいくらでもあるわけですよね。で、まあ、LGBTQ の問題っていうのもその一つだと考えられるわけですよ。でその中でさ、まあ、多くの場合は、まあ、左利きの人だってさ、なんで左利きの自動販売機とかさ、改札機とかがさ不便じゃないかって文句言わないじゃないですか、普通は。ね、右利き社会に迎合してちょっと不便だけど、まあしょうがないよねって言って、左手をクッと伸ばしてさ切符入れたりしてるわけでしょ。我慢してるわけですよ。うん、本当はちょっとできれば左利き対応のものを作ってほしいかもしれないけども、まあでもそうだよね、わざわざ訴えてもさ、めんどくさい人扱いされるだけだし、まあ我慢しとこうっていうのが、まあそれが普通の日本人なわけで、そんな感じで不満はあっても、我慢をして和を乱さないようにするのが日本人だし、それが日本の文化なんだけども、でもやっぱり我慢してるとやっぱり鬱憤たまるわけじゃないですか。でその中でジェンダーレストイレっていうのを作ってしまうと、その不平等感あるじゃないですか。割を食ってるのは LGBTQ の人たちだけじゃないじゃないかと、うん、左利きの人だってちょっと嫌な思いしてるかもしれないし、女性だっていう理由で、ハイヒール履かされたりとか、男だっていう理由でネクタイ締めさせられたりとか、まあ、まあいろいろありますよね、そんなのね、いくらでもあるわけですよ。その中でさ、みんなそういう、まあ、あり、その、多数派に属することもあるけれども、この部分に関しては少数派なので、嫌な思いをしてるっていうのは、結構いろいろあるわけで、それらを一つ一つ、日本人は我慢して生きてるわけですよ。我慢しないと和が乱れるからね。うん、全体の調和ってものが大事な、日本においては、我慢をすることが大事なんですね。で、なのに、その LGBTQ の人が声高に、あ、だからさ、この前さ、ほら、LGBTQ パレードとかやったんでしょ ?LGBTQ パレードとかなんかやってませんでした？ほら、ほらほら、やってるでしょ、ほら。なんか、東京レインボープライ、え？変わるまで続けるとか言ってね、なんかよくわかんないけど、ねえ、これ LGBTQ の人がさ、私たちを承認しろっていう、まあそういう、まあ、じゃないですかね、ちょっとわかんないけど。あ、そうですね、あの4月24日ですかね。LGBTQ など様々な性的指向や性自認の人たちの人権を守ろうとする訴えるパレードが23日都内で開かれました。多くの企業が参加し多様性を認める意識が高まっていますということで、
まあ、LGBTQ の人たちがですね、私たちは、非常にこう窮屈な思いをしていると。だから窮屈者をもう少しね、なんとかしてくれっていうことですよね、要はね。で、まあこうなんかたくさんね、あのいろんな人が集まったりとかしてね、まあやってますけども、まあ彼らがですね、私たちをに対して配慮することが正義なんだってさ、主張すればするほど、それを主張したいのはお前らだけじゃねえよ、お前らだけさ、ずりーんだよっていう気持ちになるじゃん。なりませんか、皆さん。ね、自分男だっていう理由だけでネクタイ締めさせられてると。そんなんだったらさ、ネクタイやめさせる、でもやりたいぐらいだよ。でもやりたいけど、やったらみんなからはぶられるからやれないんだよ。世間から抑圧されてんだよ。なんでお前 LGBTQ はそのズリーじゃねえかよ。ねえ、せめてネクタイぐらいしろよお前ら。ねえ、お前あの女性あのなんか体は女だけど心は男です、だから私は男性なのですってさ言う人いるわけでしょ、うん、戸籍上は女性なんだけど僕男ですから、男だと思ってますから男でいいでしょう。あ、そうか、男か。じゃあネクタイ締めろよお前。あ？あ？ネクタイ締めろ、スーツ着ろよ。うん、クソ暑い夏でもさ、ネクタイしろよお前。うん、ネクタイしねえだろお前。なあなあなあ、ネクタイ締めろとかいうふうに言われたら、いや私本当は女ですからって言って、都合よく男と女使い分けてんじゃねえだろうな。だからズリーんだよお前は。いいとこ取りしやがってこの野郎。これでしょ。うん、まあこういう感じでですね、私たちのことに配慮してください、それが正義ですって言えば言うほど、やっぱり日本人的に言うと不平等感高まるんだよね。我慢してるのはみんなの、みんな我慢してるんだから、お、ま、我慢してるのはお前だけじゃないんだぞと、みんな我慢してんだぞと、まるで自分たちだけが我慢させられてるかのように被害者ぶってんじゃねえんだよ。俺たちだって本当は言いたいんだよ、でも我慢してんだよ。なんでおめえ我慢しねえんだよ。みんな我慢してるからこの日本という国家というか世間は平和が、ま、守られてるわけじゃないかっていうふうにさ、まあ、不平等感と妬みでさ文句言いたくなるじゃないですか。うん、だからあの LGBTQ に配慮しましょうということで、このジェンダーレストイレを作るってことに対して不愉快な感じがするっていうことはですね、本質はまずここだと思います。うん、LGBTQ の人たちばっかりずるいぞと、ね、LGBTQ の人たちの窮屈さを解消してもらうってことを優先してもらってるわけじゃない、それがずるいんだと、俺たちだってってことよね。うん、まあ、そういう平等主義ですね、その僕たちも我慢してるんだからお前も我慢しろと、ね、みんなが我慢してるなら僕も我慢しなければいけないし、僕が我慢してるんだからみんな我慢しろよと、ね、我慢我慢我慢で和を尊ぶ、これが日本の文化なので、まあ、それを打ち破ろうとしてしまうジェンダーレストイレとかこの LGBTQ パレードっていうのは、これは当然日本の文化に即し、その日本の文化、日本人の心理からして、叩かれて当然だということですね。これが多分そのジェンダーレストイレを、批判している人たちの心の内側であり、それが本質ではないかなと思ってるわけですね。女性が不安になるとか性犯罪の被害が懸念されるとか、そういうのはもうそれは建前であって、それは本質ではない。うん、あとそれからもう一点なんですが、これジェンダーレストイレができるとですね、批判したくなるもう一つの理由として、このジェンダーレストイレが流行ってしまうと、ジェンダーレストイレを設置していないお店とか事業者、ビルが責められるようになるような社会が来るかもしれないっていうのが、これが怖いんですよね。つまりさ、ジェンダーレストイレが素晴らしいよね、素晴らしい取り組みですねって言って、ただ単に拍手されてるうちはまだいいわけですよ。だけど、じゃあうちもやる、うちもやるって言ってさ、もう日本人別にさ、思想空っぽですから、みんながやれば自分のとこもやるっていうのがまあ普通ですよね。うん。あなたさ、じゃあ視聴者の皆さんそうじゃないって言います？じゃああなたが例えばビルをね、歌舞伎町でも、ね、池袋でも新宿でも、なんでもいいですけども、まあ東京でも大阪でもいいですが、自分がなんかこういうビルを建てるとします。ね。商業ビルです。商業ビル、オフィスビル、まあ様々なものが入ったですね、たくさんの人が利用するビルを建てるとします。で、最近建てられてるビルは、みんなジェンダーレストイレを設置しています。っていうその状況の中で、このジェンダーレストイレってムカつくなと思いながらも、あなたはジェンダーレストイレのないビルを建てるっていう気概があるかっていう話を。
みんなジェンダーレスストーリー最近やってるんですよ。あっちもあるこっちもある、みんなあるジェンダーレスストーリーあります、うん、でうちだけジェンダーレスストーリーないってやれるかお前、できないだろね。みんなと同じことをしなかったらなんでジェンダーレスストーリーないの。あ、そっか、あなたたちはLGBTQ を差別するんだ。あ、そういう思想なんですね。なるほどなるほど、分かりました。私たちの敵ですね、 SDGs の敵ですね、 SDGs というそのだから異教徒ですねとね、現代の、宗教であるその SDGs ですね、 SDGs というその宗教に反してるので、これはあの異教徒ですね、ダメですね、あのみんなでこういうビルボイコットしましょうとかさ、なるかもしんないじゃん、怖いじゃん、うん。あるいは従来からのビルをずっとさ運営してる人たちからするとね、ジェンダーレストイレのあるビルを建てるのはまあいいんだけども、それがもてはやされてしまうと、いやうちのビルさ昔建てたんで男トイレ女トイレしかありませんと、うん、で、ジェンダーレストイレをさ新しく作らないと差別主義者呼ばわりするのではないかってさ、怖いじゃないですか。いや別にLGBTQ の皆様を別に差別するとか抑圧する意図は全くないんですけど、いやあまりそういうこと考えてなかったんで、男性用トイレと女性用トイレしかないんですけど、まあ別に、いや特に何も悪意はありませんよ別に、うん、何もないです別に、 SDGs、 あ、私たち SDGs 万歳、 LGBTQ 万歳ですってさ、いくら言い訳したところで、いやでもジェンダーレストイレないじゃないかと、いやないって言われてもな、じゃあだってスペースがだってあらだってそういう風にもやってきましたってなっちゃうじゃないですか、口ごもってしまうわけですよ。でもさ、その世間のね皆様はね、その新しいビルじゃないからしょうがないよねなんてそんな配慮してくれませんよ、うん、彼らは LGBTQ の皆様に配慮するってことで心がいっぱいなわけだから、 LGBTQ のトイレなんかわざわざ作るそんなお金もないし、そんなことを別にわざわざめんどくさいことする気もないっていう人に対して配慮する気はないわけですよ。そこに配慮する心があるなら、今まで差別されてきた LGBTQ の人たちに配慮する方にその自分の精神とか心のね、その予算を割くべきであるっていうふうに思ってるわけだから、そんなところに配慮はしてくれませんってなると悪者扱いされるじゃないですか、怖いじゃないですか、ジェンダーレストイレが流行ったら怖いじゃないですか、今までと同じことやってる人が途端に差別主義者呼ばわりされるの怖いじゃないですか。だから今のうちにジェンダーレストイレはうさんくさいってイメージをつけて叩いておかないと自分の身が危ないわけですよ、うん、ジェンダーレストイレをやってる人からするとジェンダーレストイレを流行らせた方がまあいいんだけども、ジェンダーレストイレがないビルの経営者とか、ジェンダーレストイレ、まあ、そういう人たちからするとジェンダーレストイレが流行ってしまっては困るんですよね、うん、だそういうその心理が働くので、だから、日本においてこのジェンダーレストイレっていうのが叩かれるっていうことなんですよ、うん、これが多分ジェンダーレストイレが叩かれる本当の理由であって、これ以外ないと思いますね。女性が不安になるとかそういうのは全くの、本質から外れた話だと思います。ですので、この問題を解決するためにはどうすればいいかというとですね、ジェンダーレストイレは作るけれどもちゃんと女性用トイレもありますよっていう案内をするということ、これはね問題の解決にはなりません、うん、そうではなくて、分かりましたとね、ジェンダーレストイレを批判されている皆さん、あなたたちの気持ちはよく分かりましたとね、あなたたちもいろんなことで社会から抑圧されたりとか窮屈な思いをさせられたりとかそういうことありますよねとね、遠慮なく LGBTQ じゃない方々も社会に対する不満、みんなに対する不満、世間に対する不満をどうぞここで お話になってくださいと、ね、もう遠慮なく言っちゃってくださいよと、もう遠慮せずに、ね、ネクタイ締めたくない、もう若者だと思われてもいいじゃないですか、ね、もう LGBTQ の人たちも若者を認めてもらってここまで来たんだから、皆さんも若者言いましょう、ね、もう遠慮なく若者言ってくださいと、ね、でその一つ一つの若者、ね、ネクタイ締めたくないとか、ね、ワクチン打ちたくないとかマスクしたくないとか全部わがままですよ、わがままなんだけれども、でもそのわがままをさバン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 言うことによってこのジェンダーレストイレも実現したわけだからね、ネクタイ締めたくない、ハイヒール履きたくないとかね、いろんなわがままがあると思う、言いましょうよ、ね、わがままをさ
行ってそのわがまま全てをさ直ちに一瞬で解決はできないかもしれないけども、一人一人のわがままをさちゃんと聞いてそのわがままに対して一つ一つ解決していきましょうよ、そういう社会作っていきましょうよってやることでしかこの問題の解決はありえないと思います。うん、このジェンダーレストイレっていうものをぶったたいてケチョンケチョンに潰したところでやっぱりさ窮屈な人は窮屈に思ってるわけでね、ネクタイ締めたくない、ネクタイ締めたくないからさ、じゃあ地球温暖化っていうのを理由にして、なんかクールビズとかやったりで見てやってみたりとかさ、でもクールビズの問題じゃないよね、ネクタイは要するに嫌なわけですよ、地球温暖化の問題ではありませんよ。うん、要するにそのネクタイ締めたくないというわがままをさ通すために、でもそれだとただのわがままになっちゃうから地球温暖化防止っていう目的を持ってきてそれで無理やりそのネクタイ締めなくていいことにするとかさ、まあいろんな形であれさ、まあわがままをさなるべくこう通そうとしてきたわけですから、そのわがままをさ、わがままを、潰しに行くのではなくてもっともっとたくさんのわがままを次々と叶えていこうよっていう、そういう方向にこう社会をこう向けていくべきじゃないかなと私は思うんですね。うん、だからそういう意味でもジェンダーレストイレ私は応援します。むしろこの批判に負けずにジェンダーレストイレどんどんやっちゃいましょう。そしてわがままを言えば言うほど得をするという文化を作っていきましょう、ね、今まではわがままを我慢しないと損するよっていうこれがね強すぎたんですよ。そうじゃなくてわがままを言いまくって言いまくって、そのハイヒールのねそのハイヒール強制やめてとかの石川由美さん、私はあの石川由美さん応援してますからね、私はフェミニストの皆さん応援してますから、うん、いやいや本当に皮肉じゃなくて応援してますよ本当に、うん、ハイヒール強制するのおかしいですよやっぱり、いいんですよこれで、ハイヒールを女性に履かそうとすんな、無理やりこうやってねそのワンワンうるさく言っちゃっていいんですよ、で女性だけずるいぞと女はずるいぞって言うんじゃなくて、ずるいって言われようが何だろうがわがままを通してしまえばいいんですよ。そうしてわがままをバン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 通していくことによって、なんだわがままをわがままとしてさぶったたくよりも自分もわがまま主張した方が得じゃんっていう風にだんだんとそういう方向に人々が行くと思うんですね。そうやって日本はもうちょっとわがままを個人個人が言ってそれを、ね、どうしたら叶えられるかってことを、社会で考えていくというね、まあ、こういう国になっていくとよりあの多くの、まあ、よりですね もう少しこう風通しが良くて、過ごしやすい国、生きやすい国になるんじゃないかなと私は、期待しております。なかなかとご視聴ありがとうございました。